では始まりました森哲チャンネルです。今回はですね、慶応大学医学部の英語を公表してみたいと思います。はい、2020年の慶応大学医学部の問題、ね、合格発表も終わってると思いますけども、どうだったでしょうか。では見ていきたいと思います。慶応大学医学部っていうのは基本的にまあ国立大学みたいなね問題なんですよ。記述が多くてね、非常に大変だっていうところでもあります。90分しかないんだよね。これ90分でやるって受験生にとってはすごく辛いよなって思いますね。はい、最初問題ですね。ああ、はいはい。京都のゴミ減らすってやつね。プラスティックウェイストは今年出るんじゃないかって言ってましたけど、ね、プラスティックウェイストとかね、この食品ね。本当にね、日本ってね、過剰包装ひどい。一回考えたことあるんですよ、僕は。どこの国の女性だったか忘れちゃいましたけど、リサイクルできないものっていうので、自分が生み出したゴミっていうのが、その何年間かでこれだけしかないってやつ。日本だったらもうこんなの1日で過ぎちゃうわ、みたいなね。で、自分も何かしらやってみようかなと思ったんですけど、日本無理ですね。1日でこんなん超えちゃうよ。今それを変えていかなきゃいけないっていう話です。はい。で、A から E に入れるやつですね。で、最初が A が taking place ですね。そうですね。これ takes とかね、take にしないように気をつけないといけないやつですよね。ちゃんと文構造をとってね、compare with の後ろに、このものが並んでて、で、その changes を後ろから修飾してるって形じゃないと成立しないですから、文構造ね。まあ、ただ主節がね和文英訳になってるから、おいそんなのいいのかよってちょっと思ったけどね。 B はまあこれ簡単でしょ。 it の後ろだからね。 present って S をつけなきゃいけない。 C は comes and plastic container、 そうですね、プラスティックのコンテナに入ってる、ね、D も簡単ですね。 are making efforts ね。 make efforts は知ってるだろうし、 B 動詞来てるから余裕で、E も、はい、benefit from は有名ですから。で、ハブがついてるから、ちゃんと過去分詞にしてやるっていうだけですね。で、続いて、下線部を英語に訳せってですね。重視してこなかったでしょうね。なんて訳すかに悩んだのはね。まあ、予備校でもね、take なんとか seriously っていう表現を使ったり、attach importance to とかね。2年前の東大王だっけな。毎回、英作文に、ね、その表現を入れて書いてくれる人がいましたけどね。まあ、consider OC なんかを使ってもいいし、think の場合はね、think OC ってね、あんま使わないので、think、面白いです。that 説置いて、主語、be 動詞、for っていう形で書いた方がいいですよ。think OC はネイティブが間違ってると感じることが結構あるので。次、E を日本語訳にして、まあ、これがね、明らかに related to the plastic waste problem っていう形で、もう最初に出てきて、is っていうのが動詞が出てきてますから、で、one っていうのが主語で、はい、ね。だから、統治の形になってるっていうのがわかるべきです。長いものをね、英語を後ろに置きたがるから、まあ別にワンが後ろに行くのも当然かなと。ワンの後ろめちゃくちゃ長いですからね。あとワンっていうのが、プロブレムのことであるっていうのが分かっていれば簡単で、その具体的なプロブレムっていうものが何なのかっていうのがコロンで説明されてる。うは、だとの指すものはそんなに難しくないでしょう。だってね、3.2 million とね、6.46 million ってもうどう見たってね、これがモーダンダボーだって分かるから、すぐに指してるものが分かったと思います。この問題は簡単かなと思った。で、A ですね。京都は食品ロスを減らすことを最優先とすると最近発表した。まあ、これは明らかに最優先とするですね。これを何とやるかってことですね。prioritize とかね、知ってる人は少ないよね。そう、top priority になるとかね、そういうふうにやる。まあ、こういうのはね、わかんなかった場合に一番重要なものにするとか、そういうので逃げることもできるんじゃない。で、O は並べ替え問題ですね。まあ、日本語があるからね、大変じゃないかなと思った。ほら、the first is っていうのがあったから、あ、もう the second is で作ればいいなって思って、期間だって書いてあるから、あ、はいはい、the period っていうのがあると。で、期間とつなげられる、その in which だから、すぐに言ったし、retailers be supposed to do なんてね、入試大好きですから。この6番目と10番目っていうのも、はいはい、やっぱりこの in which の部分と be supposed to do を聞きたかったんだなっていうのがもう分かってますね。他の和訳は、arbitrarily ね、恣意的なってやつね、これが出た。despite the fact that とかね、こんな王道ですから。で、key は、not limited to Kyoto は別にすぐにどかせるよね。getting convenience stores to rethink the way they operate stores to reduce food loss。そんなに難しくないじゃない。そう、rethink ってね、これね、他動詞でよく出てきますね。考え直す。区はね、そう、まあ、同じ段落のね、あの部分をそのまま訳せるんだけど、ただね、take a serious hit っていうね、この辺が、ちょっと難しいかなと思いましたね。はい。That next step の指すものっていうのは、まあ、最終段落の頭にね、What Kyoto needs to do next って書いてあるから、S2 のこの to enforce っていうに指してるんだなっていうのがわかると思いますね。説明問題に関しては、見つける箇所が
だいぶ簡単かなっていう感じです。続いて第2問にですね、このトロリープロブレムっていうのを使ってね、自動運転のね車の問題点を示したやつですね。これもそっくりな問題がさ2017年の環境情報で出てるからね、もうだから第一段落読む必要ねえわ。でトロリープロブレムってね、知ってる人と知ってない人のね差が出ちゃうんだよこれってね。知ってる人はこの第一段落なんかほぼほぼ読まなくていいです。でそれに対して知らない人はこの第一段落にめちゃめちゃ苦労するんですよ。で自分自身もしょっちゅうこれ授業で話してて、今回も高校生の授業で話してますね。国立でも総計でも話してるんですけど、まあ、昔国立のクラス、いや学校で習ったしみたいにね言われたことがあったんで、習う学校もあんだなと思って差ついちゃいますね。自分自身は留学中にテッドトーク見せられて習いましたけど、最初の関係式はそこまで難しくないね。 A はもう明らか主語がないから which とか、 B のねケースウェアっていうのはもう入試品質だし、 C は I think that の that がめっちゃ離れてるってやつね、 and で並んでて2個目の that 説だから that を入れるんですけどめっちゃ離れてる。 D と E は明らかに引っ掛けようと頑張ってますね。で、前置詞と関係代名詞は元の形を考えるのが大事ですから、 we will delegate ethical choices to machines なわけですよ。で、E の方っていうのは A vehicle is programmed with the ethics、そういう風にちゃんと分かったかどうかっていうのがポイントです。で次、代名詞入れるやつですね。嫌なやつって思ったけどね。アーガーナザーでしょ？イがさ、イがザットでもイットでもいける。だから保留する。で、ウで、まあ、ドライバレスカーっていうのをここでザットで刺しちゃっておかしいから、イットにするから、だからさっきの問題がザットでこっちがイット。あんま好きじゃないですよ、こういう問題。次は文法上もワット説しか作れないでしょ？オーはデイ。うん、これはプロミスって書いてるからね。複数のものじゃなきゃ無理と。1から4に入れなさいっていうのは、まあこれそんな難しくないです。で、最初が heart って書いてあるから、マイナスのことが書いてある。その子は選択肢の中で1個しかない。ソーシャルゲインズはソーシャルですからね。人と人との関わりに関するものだから D って分かると。で、次は economic and efficiency gains って書いてあるから、A だって分かる。environmental って環境だからね。そう、カープールは知っといてね。カープールって相乗りすることです。相乗りすることによって、車の台数減らすことができますから、ね、環境への害が減るっていうのはこれはね知っておいた方がいい。で、イロハ、ね、これ戸惑った人もいるんじゃないですかね。何したらいいのってなったと思いますが、ドライバレスカーっていうのがしないこと、つまり逆に言うと人間がやってしまうことですね。普通に運転してってやっちゃうことです。だから脇見運転しちゃうとか携帯いじっちゃうとかさ、そういう機械はやらないけど人間がやっちゃうマイナスのことを書けば OK です。ああそうね、このだからこの1と2のやつなんていうのはさ、トロリープロブレムを知ってれば全然ね読まなくても解けちゃうんだよ。あ、背景知識で差がついちゃう問題だなと思った。 B の和訳はまあそこまで難しくないかなと思ったかな。 End up by NG とかも大丈夫ね。インプラスウェイね、はい、大丈夫だと思いますね。内容1問題ね、これ C がさ出てこねえ、うん、やってて大丈夫かなって思ったけど、うん、書く予備校も C 出てこなかった。1と2はね、もうだからトロリーは知ってるからさ、もうこれさ明らかにこんな本文読む必要もなかったですけど、で3、4は合ってるなと思って、あ、ここも違う矛盾してるわって思ったんだけど、実はここが C なのかなとかさ、すごい考えちゃいましたけどね。はい、大門さん、睡眠っていうのはめちゃくちゃよく出るトピックですね。この6時間睡眠じゃダメよっていうね、面白いトピックでしたね。で最初が A から C の言い換えを書け、そしてあと E の反対の方を書けっていうね。最初が enough ですね、はい、get an enough sleep、 まあ sufficient って書く人が多いんじゃない、 adequate とかでもいいでしょうけど、 B は last final とかでしょ、これもすぐ出たし。 See, are that bad? So bad じゃない、そうだね。あが Asleep の反対 Awake 簡単でしょ。 Rare の反対は Common です。これ知ってるのかなみんな、どうなんだろう。 It's って書いてあるから It's Common って入れればほら逆になるってわかるでしょ。 A 引っ掛ける気満々の前置詞問題、まあ Harmful to は大丈夫じゃない、do harm to とかさ出てくるし、で次 every、 そうですね、 once every 2 hours とかね、 for とか in とかね、もう明らかに引っ掛ける気満々。次も、6 hours of sleep per night でしょ？もうこれめちゃ出ますからね、これね。上の大学から下の大学まで超出題されます、このパーは。あのね、もうすでに河川部かなんかに、at night って出てたでしょ？だから at night じゃないですかね。これね。で、次は be terrible at。でもこれ be good at の逆だとか、be bad at、be poor at と同じだって分かればすぐに選べる。で、次は for decades。これも楽勝ですね。どうせ比較に因がいるわけです。で、和訳問題ですね。当然、サブジェクトがね、被験者であるっていうのが分かって訳せないといけない。まあ、ただね、風があるから分かってほしいよね。そして、ここ要素の分離で離れてて、風がサブジェクトにかかってると。で、動詞がファンクションと。サブジェクト、ファンクションでっていうふうにちゃんと見えてるかと。で、ちっこい題名たちを入れていくやつ。まあ、これは簡単ですね。死も超楽勝でしょ。明らかに他のやつも違うし。消去法でだって解けちゃうね。A にも明らかに他のものが違う。3はあれか、A が言い過ぎ、CD は明らかに矛盾。で、内容1もすごく簡単だった。
C のやつもすぐに選べる。まあただ A が1回しか出てこないからちょっとね、悩んだ人がいたかもしれないですけど、矛盾してるやつはもう明らかに矛盾してたから瞬殺できた。これはで最後ね、自由や作文ですよ。そうね、機械が医者の代わりになるか、新しいテクノロジーっていうのがヘルスケアでどういう風に使われるかってやつね。これはよく言われることですからね、本当に。まあ病院よく行く自分が思うけど、わかんないじゃんね。お医者さんがやった薬が正しいとはわかんないわけでね、今回も扁桃炎で効かなかったわけですよ、最初言ったところだって。そういうのってやっぱり機械でパッとね調べてもらった方が、実は自分に合った薬っていうのは分かったりするわけです。粉症の薬とかはね、自分が点滴打ってる間みんなこう花粉症でこうこうこうでって言って、去年はこういう薬でした、でも効かないんです最近はとかっていうのがいっぱいあって、それを聞いて、じゃあこれを試してみましょう、何週間か、それでダメだったらこれにしてみましょうとか、そういうのをやってるわけですね。それが機械だったらもしかしたらパッてやってパッて一瞬出てきちゃうのかもなとかっていうのをすごい、ね、思った。今よりも圧倒的に早くね、人に適切な治療をね行うことができるようになるんじゃないかなっていうふうにもね思いましたけどね。皆さんはどういうふうに書いたでしょうか。全体としてはね、読みやすかったけど90分だと大変で、トロリープログラムに関しては知ってりゃすごく差がついたかなっていう感じですね。あれ知らないとねすごく大変なんですよ多分ね、理解するまで。慶応医学部2020年の英語の講評でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.